本性は人間が普遍的に持つ思考、感覚、行動などを指す概念である。社会学、社会生物学、心理学では特に進化心理学と発達心理学が人間の本性を明らかにしようと科学的な取り組みを行っている。哲学者、倫理学者と神学者もまた人間の本性を古くから議論していた。全近代における自然に関する科学的理解では 人間の本性は究極的で最も洗練されたものと考えられていた。それは人間性に対する神の関与や神聖さ、イデアが人間個人とは独立して存在することを含意していた。普遍の人間性の存在は古くから議論の対象であり、現在でも継続中である。ダーウィンは人間にも他の動物にも本性はあっても真に固定化されていないと主張し、これは 現在の科学者から広く受け入れられている。ダーウィン以前には、ルソによって人間の順応性が主張された。19世紀中頃以降、人間の本性の存在は、ヘーゲル、マルクス、ニーチェ、サルトルのような思想家と、社会構築主義者、ポストモダニストによって疑問を呈された。科学的な視点では、行動主義、決定論、精神医学、心理学は、 相反するモデルを持っている。彼らは人間性の起源とメカニズムを説明し、また固定化された本性という概念を揺るがす人間の仮想的で多様な能力を示している。自由意志と決定論の問題は人間の本性に関する議論の中心を占めていた。自由意志は真に自由な選択をする人間の能力を指す。決定論は人間に対して用いられるときには、 内外の圧力によって人間の選択が完全に決定されていることを示す。非両立主義は決定論と自由意志が両立せず、つまり両方が共に正しいことはあり得ないと考える。人間の本性について最もよく議論される、別の面は人間の本性の実在性、特に肉体との関係である。これに対する視点は大きく3つに分けることができる。 自然状態とは、社会的要因が加えられる前の人間の状態を、指す概念で、人間性のナチュラルエッセンスを記述する試みである。人間の道徳性の起源と性質に関する、視点哲学と科学の長い議論の中心は、普遍の人間性が存在するかどうかである。そして、以下のような疑問が提示されている。人間行動は多様であり、 全く普遍の人間行動を見つけることは難しい。人間性に関する小さな、しかし科学的には重要な証拠は行動科学者から提示されている。生物学者は行動の傾向に影響を与える遺伝子を探している。遺伝子の発現は環境の影響を受けるために100%同じ傾向を与える遺伝子は存在しないと考えられているが、強く遺伝的な傾向がある。 行動形質は人間の本性の一部であると考えられる。ジョン・ロックの経験主義の原理は人間の本性をまっさらな白紙状態と見ました。この視点では人は生まれた時には空白の石板であるので規則を持たず我々が感覚を通して経験するデータによって心の規則は形作られる。認知科学者はこの見解を支持していないが特に E.O. ウィルソンの社会生物学と進化心理学によって強く反対された。すべての個人、すべての社会に類似した表情の文法がある。誰でも笑顔によって同じことを伝え合う。また、目を使って意思を伝え合うのも共通である。魅力的な顔は、左右対称性と配置の影響を受け、人種や文化に左右されず、良い環境や有料遺伝子に起因する発達の健全さや、 健康さの目安となっているようである。女性は女性的で神経質そうな顔よりも、大しく積極的であると評価される男性の顔を選ぶ2文化的な傾向があるようである。灰乱期には女性はより魅力的であると評価される。新生児は他の形状よりも人間の顔をより好み、他の人の声や音よりも母親の声をよく好む強い傾向がある。 ドナルド・イ・ブラウンは著書ヒューマン・ユニバーサルズですべての人間の間に共通する基本的に普遍な特徴を400確認した。プラトンはソクラテスから理性の概念と人の生涯を調べることを学び、その上に刑事上学と人類学的な考察を行った。彼にとって人間とは頭の中に知性のある魂を住まわせ、体は貪欲な獣であった。 魂の義務は野獣の体を抑制し、不快な共存状態からの解放として死を歓迎することであった。プラトンの二元論は非常に影響力があった。それはキリスト教神学にも深い影響を与えた。アリストテレスはプラトンの最も有名な教え子であり、後世に多くの影響を与えた。ルソーがフランス革命前に書いた著作は人は本来孤独で、 政治を学んだのだと述べて西洋革命に大きな影響を与えた。この重要な点は人間の本性は固定されておらず、少なくとも以前の思想家が考えたほど大きく存在しているのではないということである。人間は現在は政治的で合理的で言語を持っているが当初はそれらを持っていなかった。ルソーは人間の本性を否定しなかったがそれは不合理で、 道徳意識とは、かけ離れた本能的な情動としてのみであった。これは19、20世紀まで、特に、カント、ヘーゲル、マルクスに大きな影響を残した。マルクスは、人間の本性を否定し社会化と経験に、全く依存した空白の石板だと主張したとみなされることがある。マルクスが、環境要因を非常に重要とみなしたことは事実で、あるが、 理論の展開の間に人間の本性に対する強い視点を持っていた。彼は資本主義の下で人が本性から引き離されると考えた。そして資本主義社会に続く人間が個性と本性をより発揮できる社会を想定した。それは共産主義であった。オーストリア学派の経済学思想家は1870年代から1940年代にかけて マルクスの視点に大きく反対する独自の視点を発展させた。彼らは初期の哲学者や啓蒙思想家に頼ったものではあったが、発展の過程で人間の本性に対する特徴的な視点を提唱した。彼らはデカルトやカントのように普遍の人間性が存在するが、本性のより完全な理解を通して進歩が可能だと考えた。彼らは限定合理性と、 限界効用の追求に関連した人間の本性を想定した。経済学と同時期にオーストリアでは精神分析も立ち上がろうとしていた。創始者であるジークムントフロイトはマルクス主義者が人の経済環境が知的、倫理的、芸術的態度に与える決定的な影響に注視するのは正しいことだと考えていた。同時にマルクス主義者の階級闘争が 現代まで続いているという視点は浅すぎるとも考えていた。階級闘争に続いてフロイトによれば闘争は父と子の間で一族のリーダーと反抗的な挑戦者との間で残っている。この精神に基づいてソビエト連邦を厳しく批判した。e ー,オーウィルソンは1979年の著書で次のように述べた。人も また自然選択の産物なのだという命題は確かにあまり魅力的なものではないがこの見解を回避する道はなさそうである。そして人間の置かれた状況を真剣に考察しようとする。際にこの命題は常にその出発点に置かれるべき必須の仮説といえる。1998年には人間の本性の解明のためにすべての科学が協力する時だと主張した。 文化的な現象や儀式は人間性の産物であってその一部ではない。例えば美術品は人間性ではないが美術を扱う心は人間性の一部である。そして芸術心や蛇への嫌悪やインセストタブーは科学的還元主義によって明らかにできると主張する。これまでそのような現象は心理学、社会学、人類学が扱ってきたが、ウィルソンは それが自然科学も含めた学際的な研究の一部であり得ると提案した。ありがとうございます。